韓国空軍が訓練中の戦闘機 F-35A の事故の原因について発表したよ。何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因だな。そもそも、戦闘機 F-35A の定期的なメンテナンスは言っていたのかな。アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか、今後、事故機を修理するのか、気になるところだな。うんうん。さて今回はこの戦闘機 F-35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F-2 が、中西南道の蘇山基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F-35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突したみたい。エアインテークから吸い込まれた和紙はウェポンベイ機体内部装積材室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことがわかったよ。ウェポンベイ機体内部装積材室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、和紙と衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているね。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているらしい。F-35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部装積材室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたいだな。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F-35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するけど、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかとの指摘があるね。朝鮮日報によると F-35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるぜ。F-35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろに、ウェポンベイ機体内部装積材室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg の和紙が時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいってわけだ。時速 900km もの速度で衝突した和紙の重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたんだろうな。本当に和紙がいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラだったと思うぜ。事故当日、訓練飛行中であった F-35A 戦闘機は清洲基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口に和紙が衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部装積材室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。和紙はこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるね。仮に、取り込まれた和紙が後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるけどな。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、
手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるぜ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したのかも疑問だぜ。中央日報の記事によると事故当日、F-35A 戦闘機を操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F-35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F-35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だぜ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたというし、操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったのかもな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないからどのような状況であったかはわからないよね。ペ少将は後方装置が作動していない状況の中で、F-35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているんだけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったのかな。一部ではペ少将は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少将は突然ドーンという音を聞いた、とあったけど何の音だったかについては報じられていないんだよね。これこそがわしが衝突した瞬間の音だったのかな？事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F-35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているぜ。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだな。日本は名古屋にある三菱重工業の F-35 最終組み立て検査施設 FACO があり、アジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だぜ。F-35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないからね。このメンテナンスを行うために設置されてのが国際整備拠点 MRO&U ってわけ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみなんだ。MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F-35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所、小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるらしい。したがって、韓国空軍が運用しているの F-35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だな。今回の F-35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるんじゃないかな。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているよ。しかし、胴体着陸をしているんだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、
大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるな。F-35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、対米型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックで、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるよな。フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後陣を拝したらしい。今回は、カナダが日本の対米型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦対22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよね。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみるんだけど、親潮型8隻、双竜型12隻、太平型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているよ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給していて、これによって建造能力やインフラ保持も確保されているということなんだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されていて、主兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射艦から運用される兵器だね。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦渦潮で、今年で25年目の艦齢となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双竜型は1番艦双竜から10番艦の双竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非対機依存推進方式だな。そして双竜型11番艦王竜、12番艦東竜、現在最新鋭の太平型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えた、ディーゼルエレクトリック方式を採用しているらしい。双竜型11番艦王竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているんだって。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非対機推進を採用することが必須感が強かったんだけど、双竜型11番艦王竜の収益を認識に変化が生じてきたとも感じられるね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双竜型がオーストラリアのアタック級の後継艦として、初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったんだけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことは知っているよね。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、
以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだ。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるな。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるぜ。北米ではカナダも志向しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるな。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいるとみられ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるね。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているから、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだよ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているんだ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 33mm 魚雷発射艦だね。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて就役したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再就役したというわけだな。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったから、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているらしい。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での就役から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるかもね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置。2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の仕様を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だね。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているぜ。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の仕様を見る限り、日本の大芸型は全て要件に合致するという見方もあるらしい。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないんだよね。
となると日本は落選ということになるかも。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。かねてより建設中だった海自の双流型潜水艦12隻がすべて収益を迎えたね。令和2年には無事に進水式を迎えていて、大芸という名前は、大きなクジラという意味だよ。最初は変な感じと思ったものだが、慣れるとぴったりだなという気になるよな。実際、通常動力型潜水艦では日本は世界トップクラスと定評があり、ちなみにアメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われているぜ。つまり日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるらしい。今回はそんな大芸潜水艦に搭載される新型ソナーについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、大芸の話をしていくんだけど、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦大芸は、先輩潜水艦である双流型11番艦東流、12番艦欧流をさらに進化させた艦艇という感じだね。大芸型1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の双流型東流以後の艦と同じ推進方式を採用したんだけど、大芸は最初から専用で設計されていたみたい。このおかげで、大芸は東流などより、はるかに長い連続潜航時間と行動範囲を獲得でき、その他にも設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったというメリットがあるぜ。スペースに余裕ができたことで、乗組員の福利厚生についてもメリットがあり、大芸から導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったらしい。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性乗組員用の休息場所を設定できるようになったわけだ。おそらく今までは男女の区別はなかったんだろうね。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースだと思うよ。大芸のサイズを紹介していくんだけど、船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルとされていて、公表されていない水中排水量は、4250トンから4300トンぐらいではないかと推測されるんだ。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり耳である装置はソナーで、敵を探知することにも、地震を敵の目から隠すことにも役立つ装置だね。大芸には新型の Z998 統合式が採用されていて、これによって従来よりもターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたぜ。こういった装置を駆使していた情報を兵装と連携することで、ズバ抜けた防衛力を持つことになったというわけだ。大芸の兵装だけど、従来型と同じように6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されていて、これによって、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっているんだ。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では多くの国が採用しているいわばベストセラー兵器だね。18式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているんだけど、大芸の収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているみたい。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようで、現在の状態でいけば、双流型12隻、親潮型9隻、そこに大芸を加えると一応22隻体制にはなると見られるよ。別の可能性としては、大芸型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられるし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれないね。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国で、中国海軍が猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されるな。
しかし、そうなった場合、問題があるんだが、それは現在でも苦慮している乗組員の確保だぜ。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られるわけだ。自衛官の募集に苦慮していることは折に触れてニュースにもなるし、余談だけど、批判されながらも各自治体に高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応だろうね。拒否しなければ勝手に自治体が防衛省か総務省あたりに提出としてしまうわけで、一般企業としてもこういった名簿は喉から手が出るほど欲しいものだと思うよ。大芸には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型だが、省力化を考えると課題がある潜水艦とも言えるかもしれないな。船体格である総有型が65名だったことから、わずか5名とはいえ増えたことは人員削減が潮流の現在では、逆行していると感じられるぜ。では、中国が大芸型についてどんな見方をしているのか、分析していくんだけど、2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、大芸についての意見を発表したよ。従来型の総有から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して我が国は警戒する必要があるという見解を公表したんだ。大芸の水中での静粛性に特に注目しているようで、静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもないよね。中国軍網は大芸は優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したみたいで、大芸の高スペックは事実ではあるけど、中国メディアにあまり持ち上げられるのもちょっと気味悪い感じがするし、裏がありそうで安心できないよ。またもう一つの中国メディアの意見も紹介しておくと、2020年10月17日のジンリートーティアオというメディアで、前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているんだが、あくまでも大芸は通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べており、ということは、逆説的に原潜の優位を主張しているってわけだ。つまり、中国は新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦である大芸がどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下ろしたということになるな。確かに原潜は燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものだろうし、一旦稼働したら、理論上は永遠に海中に潜んでいられると言われているぜ。まあ乗員のメンタル福利厚生は完全スルーしての話だがな。しかし、中国は対潜哨戒能力では日本やアメリカには劣ると見られていて、だからこそ、このままでいてほしいものだという声がちらほらとあるね。何回か取り上げているけど、非核三原則のある日本では原子力潜水艦は保有できないよ。中国には同じ土俵に上がらず、ジンリートーティアオの意見を聞いてやっぱり我々の原潜がナンバーワンと思い込んで、通常型潜水艦についていろいろと探らないようにしてもらいたいものだな。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利だから、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようだ。まあ、孫子を産んだ国だから、こちらの思惑通りに行くとは思えないし、むしろこちらが舐めてかからないようにしたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。